ンポン。生徒の悩みを解決します。お前がうちの悩みの源や。お悩みありませんか？相方がアホすぎて頭が痛いです。どうにかなりませんか？その相方さんはどのようにアホなんですか？急に叫び出したり、急にくるくる回り出したり。この前はコンビニで雑誌を逆立ち読みしてました。お猿さん。お前だよ。最近悩みがあるんです。スムーズに立場を逆転させるな。まあええわ、言ってみ。私の相方についてなんです。はあ、そろそろクマのぬいぐるみを抱いて寝るのはやめた方がいい。何を口走っとんじゃボケ。ウッキッキー。くっそ、こいつ都合のいい時だけ猿になりやがる。最近何か悩み事ありますか？急に最初のテンションに戻るのやめろ。せやな。悩みというわけではないんやけど、はい、時々何もやる気がなくなる時があってな。はい、お薬出しときますね。カウンセリングをしろや。カウンセリング？なんでこのシチュエーションに選んだんだよボケ。質問をしろや。カウンセリングの意味を知ってますか？何しれっと知識吸収しようとしてんだよ。ったく。カウンセリングっていうのは悩みについて相談を受けてアドバイスすることや。ウッキッキー。てめえこの猿。面白かったらチャンネル登録してね。